はい、棒ジャック使ってます。お、相手は SSGSS ベジータ。このベジータも強いんだよね。俺ベジータ結構苦戦しそうだな。っていうのも、やっぱ自身の効果でパワー上げれるから、こっちはレストしてどうのこうのって感じなんですね。レストされても、手札さえ切ればプラス1万とかがあるんで、若干厳しい戦いになりそう。結構スリーブまで変えてるから結構ガチ勢かもしんない。これ一切そういうの変えないんですけど、カード以外に使わないです。まあ序盤はワンパンで終わりと。で、ボージャックとしてはですね、まあターン1効果、手札を捨てて1を呼んでくる、これをやると。今捨てるの0の残虐でもよかったかもな。結構これも爪に使うカードだから。で。まあワンパンで止めといていいんじゃないかな、このターンは。まあ先行1ターン目だったら2番したかもしんないね。ちょっとわかんない。そう、この正解がわからない感じ。今ライフ5なんで、ここで覚醒してっていう流れだと結構ガードがきつい局面がありそうなんで、ワンパンで止めました。なるほど。場に出してこないパターンだね。これはこれでね、こっちとしては作戦が出てくるわけですよ。まあまあ、ここ受けよう。場に並べてこないパターンだよね。そうなると、おっと。今呼びたいやつが全部手札とエネルギーに行ったわ。じゃあここはしょうがないからバニラ1万を呼んでくるしかねえな。ああ、これを捨てちゃおう。このバニラの1万。今呼びたいさ、その1万5000に変身できるカードがあったんだけどさ。で、これ覚醒しなくてもいいかもしんないな。たらればまた次のターンももう、この、起動効果で呼んでくるの使うぜっていう意味で覚醒しない。ここで2回攻撃するんで、お、早々に受けてきたね。早々に受けてきたか。そうなると、ここで覚醒して要求値上げるっていうのはありだが、覚醒しちゃおうか。ここだと1万になっちゃうけど、これやれば1万5000になるからな。ちょっともったいないけどね。こうやると1万5000以上切らないといけなくて、相手としては、アタッカークラスを手札から切らないといけない。よし、アタッカーを切った、削らせたぜ。いいんじゃない、今3のを削らせたのはいいんじゃない。なんかまだ覚醒してくんないからちょっと殴ってみようかな。でもベジータって別に相手のターンで覚醒しても問題ないよね。そうだ、なんでさっき覚醒しなかったんだろう、そもそも。あ、そっか、まだライフ4なんだ。ちょっと寝ぼけたこと言ってました。つまり手札にライフコントロールカードを持ってるんですね。で、今の攻撃もガードしてきたと。これを使いたかったがためにね。
でもこれで場に並べるようだとこっちのペースだぜ。さあ相手も覚醒してきました。さあさあさあ、うん、1枚カードなんですけど、余裕なんですけど、そんなの。結構手札溜め込むプレイングっていうか、そうか、場に出したら損だってこと分かってるんだね、この方は。なるほどね。そうなるとこっちとしてはですね、ボージャックですね。バトルカードのボージャックをうまく使えば、結構、いい動きができるんで、それをやろう。エネルギーに、いないのか、手札から出すしかないのか、まじもない。この辺を、まあ落とすよね。あ、この辺落としといたらいいかな。うん。落として、で、スキル発動で、何がいいかねーって。にまあこれなんですよ、これで、これを変身させたらうまいんじゃないかなって思ってる。これを変身させる。1万5000なんで変身できんねこいつ。ただエネルギーも使うから、なんだろう、あんまりいいカードでもないね。これ手札出して、でボジャックの効果でボジャック一族をブレイクする。でここでこの残業がブレイクされたときさらにボーナスで、ね、プラス5000と。だから5000ボーナスが増えると。今の0の残業使うとね。で、まあ、こんなもん、いや、こいつも立てちゃおうかな。うん。これかなりきついと思うよ、相手にとって。こうして、ただ手札あるからね。まあ、ここでどんだけ手札削れるかってところだね。うん、そうなるよね。それは知ってたんだ。それは知ってたよ。で、ここでですね、こいつの効果が面白くて、このカード以外の傍若1名をブレイクしていいよい。この今攻撃し終わったやつをブレイクするんだ。そうすると、その数分バンプするっていうね。これ強いよね。さあ、ここ、相手としては受けたくないが、要求値が高い。そうだね。相手が並べてこないプレイングだったら、こうやって、おっと受けてきたね。こうやってね、その、こっちのバトルカードのボージャックを使ってプレイするという作戦ができるわけです。これ、どう見るこれ。どう見るよ。7でしょ？辛いね。これ手札握ってるからね。でもちょっと動画なんでぶっ込みます。普通こんなプレイングしないけど、俺はまあ動画なのでね、視聴者のためにこれぶっ込んだプレイングをする。多分ガードできると思うよ。やっぱね、こういうところを耐えれる力があるんだよね、ベジータね。あ、でも意外と3で1万6000は弱いぞ。で、効果使ってプラス1万。あ、足りてるね。効果使えばプラス1万あるから。うん。まあ手札削いでるから、まあそんなに、まだまだ勝ち目があるよ。こういうね、結構、前乗りでぶっ込むプレイングっていうのが熱いんだよね。やっぱそのポーカーとかで、どんだけベットするかみたいなさ、そういう熱さ。そこがやっぱね、このゲームの本質としてあるんですよ。よくできてんな、これ。若干ヴァンガードライクっていうか、ブシロードっぽい、ブシロードのゲームっぽいんだけどね。どうなんだろうね。おっと。おっと、やべえな、これ。ただ相手も、相手も手札ないから、これ。うまく流せば。
いやいやいや、そこは受けたくねえな。ここ受けたくねえな。3万6千、足りない。足りないから受けるしかない。やべえ。やべえぞ。じゃ次トップドローにかけてんのかな。ただこいつただの1万5000なんだよね。手札使わない限りは。3万5000。ギリいけんじゃねえかこれ。こうでしょ ?3 万の。はいはい、耐えた。これ買ったんじゃないの?買ったんじゃないのこれ。で、こうなってくると相手こっちの動き見せる前に投了してくるからな。そこがちょっと動画的に投了してきたね。まあこれ、まあ開始のターンでドロップゾーンから残業を呼んでくれば、まあこの相手の場のバトルカードがレスト状態になって、まあ相手手札ないんで、殴って終わりっていう、そういう流れになりましたね。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。